ロチェスター・ブロンコスロチェスター・ブロンコスは1890年にニューヨーク州ロチェスターを本拠地としてアメリカがアソシエーションに加盟していたプロ野球チーム1880年代にマイナーリーグのインターナショナルリーグに参加していた球団で1890年のアメリカンアソシエーションの球団拡張に伴いリーグに参加したチームは シーズン開幕当初8連勝するなど前半は勝ち星を伸ばしていたが8月20連敗して優勝争いから遠ざかり同年のシーズンを63勝63敗の勝率5割で終わった主力投手だったボブバーはチーム最多の28勝を挙げたが同じ年に記録した24敗はリーグ最多の数字だったまた9月15日の白ラキスとの試合では 控え投手だったキャノンボールチックカムがノーヒットのオーランを達成している。野手では外野手のサンディグリフィンが打率。307右翼手のテッドシェフラーがこの年リーグ2位の77盗塁を記録した。チームがアメリカンアソシエーションに参加したのは1890年の1年だけで翌1891年にはチーム名をホップビターズに改名し、 マイナーのインターナショナルリーグに復帰。1892年にはイースタンリーグに参加して活動していた。チームが解散したのは1892年のことである。ありがとうございます。